お疲れ様です。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾雅宏です。今日はこれから虎ノ門に、体験レッスンへ向かうところです。今日はですね、システムエンジニアアナリストという、役職の方なんですけれども、今後英語でですね、お客様でしたり、そのカウンターパートと直に交渉したり、やり取りを行う機会が増えるということで、春までにはなんとか英語での実質的にこうお仕事でのやり取りをしっかりとできるようにしたいということで、先日ご連絡いただきました。今日はですね、具体的な資料をお持ちでないということですので、また新しいポジションで海外赴任に行かれる予定だということですので、詳しい状況ですとか、そのお仕事の内容、もし現時点で分かるようでしたら、そういったこともお聞きした上でカリキュラムも作成していきたいと考えています。今後春までの間にいろんな情報も出てくると思いますので、そこでまた適宜いろんな資料でしたり情報、そして相手先とのやり取りも踏まえて、具体的なものに適宜変更していきたいと思います。マンツーマンレッスンですので、その辺のところは集中レッスン、定期的なレッスンにしても、もう本当にその方に合わせたカリキュラム作成ができますし、スケジュール変更などについても講師との間で適宜変更することも可能ですので、その辺のところはその方の状況に合わせてやっていきたいと考えています。おそらくですね、春先3月に入ったところから赴任のご準備などもお忙しくなられると思いますので、できればこう週末などでちょっと集中して時間を増やしたりですとか、そういったことも対応していきたいと考えています。それでは行ってまいります。